よろしくお願いします。今日はすごい忙しいところ来てくれてありがとうございます。こちらこそです。まあ、蓮沼さんとは初めて会ったのは多分、まあ、10年近く8年前とかそうですね、うん、ぐらいに何度かお会いして、その後ニューヨークでも蓮沼さんが ACC で来た時に、まあ、僕も住んでいて、ご近所でしたね。そうですね、結構近所で会ったりして、まあ、彼がパイオニアワークスっていうブルックリンのスペース展覧会した時に見させてもらったりとか、まあ、そういった縁で、まあ、知り合いではあって、で今回の展覧会で、まあ、自分が考えていることとか、まあ、作品を展示を作ってみて、うん、まあ、誰に見てもらいたいかなって考えた時に、同じその表現者というかアーティストだったら蓮沼さんにちょっと見て話したいなというふうに思ったので来てもらいました。恐縮です。ありがとうございます。で、まあ、最初に簡単に今回の展覧会のコンセプトと、うん、なんでじゃあ蓮沼さんに見てもらいたかったのかと話すと、もともと自分がそのブルックリンのスタジオで制作するときに、やっぱりこうスプレーペイントを使うんで、まあ、匂いが発生したりとか、その塗料のスプレーの塗料の粒が空間に舞って、うん、でいろんなところにこう付着してしまったりとか、そういうことがあるんで、まあ、こういう養生シートで簡単なブースを作って、うん、でそこにああいう送風ダクトを入れて、でダクトを、はい、窓の外に出して換気するっていう、まあ、そういう一時的な仕組みみたいなのを当然作るんですけど、うん、なんかその時にこうスプレーってやっぱこう手に持って結構モバイルにこうんで、なんとなくそのシートに試し拭きをしたりとか、そうするとだんだんそのシート自体がだんだん一つの創作物みたいになってきたり、ちょっとしたインスタレーションのように見えてきたりして、でそれがこうその風の流れではためいたりとか膨らんだりしぼんだりみたいな、その感じを一つのなんていうかな表現として展覧会を作れないかなっていうのが今回の展覧会の、まあ、コンセプトなんですね。でやってみて、まあ、こういうふうにビニールシートとか養生シートで囲った空間に壁画を描いたりしたんですけど、うん、実際いろんなところにこういう塗料の粒が作ったパターンが付着していたりとか、うん、まあ、床にもすごくこうそういうのができていて、うん、でなんだろうな、結局すごい細かい粒だから、うん、目ではっきり見えるものじゃないんですよね、うん、で、まあ、エアロゾルっていうふうに、まあスプレーペイントのことをエアロゾルペイントとも言うんだけど、うん、まあ、ある種こう空気の流れとか、うん、そういう次元に近い、人にはっきりは見えないけどその空間に漂ってるものだと思っていて、でそれがこう例えばさっき言ったその送風ダクトの空気の流れとか、まあ、そこに今ビルの通気口が天井についてるんですけど、そこから出る空気の流れでこのシートがはためいたりとか、うん、そういう空気の流れである種こう察知できるっていう、そういう次元のものだなっていうふうに思って、それって結局まあ、音っていうのもやっぱり空気の振動で、目では見えないけどそういう、まあ、別の感覚器官で察知する、まあ、聴覚で察知するだから、なんかそういうエアロゾルとか空気の流れとか音っていう、そういう次元が今回の展覧会にとってすごく重要なファクターだなっていうんですよ。で、まあ、しかもそれはこうはっきりと正面からこれ音ですとか音楽ですっていうふうに提示するものというよりかは、環境の中にまあ潜んでいるというか、このビルの通気口の音もまあ本当にこうよく聞くと耳を澄ますと聞こえてくるようなものなんですけど、そうそうそう。で蓮沼さんのパイオニアワークスの展覧会を見た時に、結構そういう環境音を使って街中をフィールドレコーディングしたりとか、そういうアプローチをすごいされているなって印象があったので、それでまあ環境音っていうキーワードで今回ちょっと蓮沼さんと話したいなと思ってますね。環境音っていうテーマももちろんそうですし、こう何か作品がインストールされている空間で、そのメディアが絵画であれ、彫刻であれ、ビデオであれ、インスタレーションであれ、やっぱり、まあ、音に携わる人間なので、うん、空間にどういう音があるんだろうってやっぱ気になっちゃうんですよ、うん、だからいわゆるこう公的な美術館に行っても、こういうエアダクトの音とか空調の音っていうのはすごい気になっちゃう、うん、
とか自分と作品と対峙するときにどこか引っ張られちゃうみたいな意識があるんですね、うん、でなんかそういうこう要は視覚情報だけで作品を捉えるっていうだけじゃなくてどういうふうにその視覚だけじゃこぼれてしまうような情報っていうのかな、うん、作品の要素みたいなのがこうこのスペースで小山君のこの散りばめているかっていうのがすごいいろいろあるんだろうなと思ってそもそも来てたんですけど、うん、ただ単にそのね作品が展示してあるっていうわけでもないだろうし、うん、実際にここで滞在制作をしてそういうステップを踏んで、うん、要はこうまあリニアもしないけど、まあ、時間があってこう作品が点在しているっていうのを踏んで、うん、なんかまあ音ももちろんそうだけどこうたくさんのファクターがあるんだろうな、うん、大切なこう大切にしようとしているファクターがいくつもあるんだろうなっていうのは、うん、やっぱり実は見る前から感じていて、うん、でまあそこをなんか一緒に話していけるといいのかなって思ってたりもしたんで、うん、呼んでいただいてもいいです、うん、まあでも本当にそうですね今僕はどうしてもその環境音ってある種こうね対談する上でのキーワード的に掲げてしまったんですけどその音っていうのがもしかしたらそれすらわざわざつけなくても環境だけでもいいのかもしれないってある種今話を聞いて思って確かにその滞在制作を今回したんで3週1ヶ月ぐらいかなでそのほとんど毎日、まあ、この近くに滞在してほとんど毎日来て徐々にこう作っていったんですけど、うん、そのある種の堆積物というか、うんまあ、時間の中でだんだんこう溜まっていったもので、まあ、仕事場というか作業場なんでその普通だったら作業場で作った作品を作業場から持ち出して、うん、ギャラリーとかそういう真っ白い空間とか、うん、ノイズがない空間、うん、いわゆる無菌空間というか、うん、そういうところに置く出来上がったものだけを送っているのが、まあ、普通だと思うんですけど、まあ、今回は作業場そのものをインスタレーション化しているので、むしろノイズに満ちていて、まあ、ノイズって言い方が正しいかわからないけど、要するにその副産物というか、まあ、さっき言ったようにその作ってるのは壁画なんだけど、結果的にその壁画を作る過程で空間全体にこう飛び散っていったそのエアロゾルの、がこう溜まってってこういうちょっとした飛沫とか汚れとかっていうのがこう実は空間をすごく覆っていてそういうものの方が実はこの作品この空間の中をまあ特徴づけてるというかでやっぱこの音もそうだしカメラの後ろの方にあるそのシートがあの外光で光が入ってきて空気が温まると熱空気が膨張して熱でシートがこう膨れたりしぼんだりっていう現象が起こるんですけどそういうやっぱりこうディテールの部分のあの何て言うのかなそこに息づいているある種の空気の流れとか何か音のささやきみたいなのがやっぱりすごく今回は重要かなっていうテーマ何かこう空間が変化していくってことですよね、うん、だから例えばまあこの音もずっとこの音が鳴っている空気の音が鳴っているわけでもないし、うんあのね、今親子が研究したのビニールのところもそうだしっていうこうまあいわゆるこう予期せぬ自分がコントロールしてるしてない部分の変化だったり、うん、まあそのエアロゾル的なというかエアロゾルなその飛んじゃった親子がノイズっていうんですけど、うん、予期せぬ自分とは意図せぬ要素っていうものが、うん、そのこうタギングするようにこう残ってくる感じ、うんっていうのはもうすごいこうそもそもそれのジブルックリンのスタジオで制作をしていて、うん、あこういうアプローチもあるんだって思ってこれを展開したいと思ったそうだねまああのもっと言うとそのニューヨーク行く前にも、うん、あのいわゆる例えば何かのオフィスとかあとそのどっかのお店の壁画とかを買った時は、まあ、そういう商業空間というか、うんまあ、商品とかが普通に昼間はお店として営業していると、まあ、陳列棚に商品が並んでいてでそこの壁にじゃあ書くってなると夜作業するわけだけど、うん、こういう飛び散ったエアロゾルが商品とかにつかないようにやっぱり養生しなきゃいけないとあそういうのはう昔から作業としてはあってで、まあ、それってただの
ただのっていうかその事務的にあの実践的にそれをやらないと汚れちゃうからっていう理由でやってたんだけど、うん、それ自体になんかちょっとこう表現性を感じてしまったっていうのがあるんだよね、うんうん、やっぱこう小山君の例えば、ね、そのスタジオで作品制作することもあれば、うん、コミッションとして、うん、まあ、ね、スタジオではない場所で、うん、直に書きに行くっていう時もあるし、うん、そういった経験とかが経てこういう作品に展開していったってことなんですね。そうですね、おっしゃる通りです、うん、結構あの、まあ、自分の場合は純粋にその展覧会とか個展で自分の 100% 表現としてやる場合と、うん、あのそうね、あるお題があってコマーシャルワークっていう枠組みの中でやる場合と、まあ、両方あるといえばあるんですけど、まあ、どの場合でも常に、まあ、展覧会であっても例えばこの空間で個展してくださいとか、それって一つのスペシフィックなやっぱ条件の中で何かをやるっていう意味では違いはないと思っていて、うん、逆に言うとそのコミッションワークっていう枠組みの中でやった、でそこで必要に応じてやったことがある種表現としてフィードバックになって自分の個展に返ってくるとか、うん、やっぱりそれはあるし、うん、で多分蓮沼君もそういうところあるんじゃないですか、うん、もちろんそのやっぱりね、そのパイオニアワークスで、うん、やったような展覧会だったり、まあ、パフォーマンスもやったんですけど、うん、っていうこともあれば、ね、誰かの作品に音楽を音をつけるっていうこともあるので、うん、そこっていうのは主体が僕ではなく、うん、主体は別のものが、うん、要はまあディレクターだったり、うん、違う作家がいたりするので、うん、やっぱ音はその世界観に、僕の世界観じゃなくて、うん、その違う方の世界観にどのようにこう、うん、近づけていくかっていう作業になるので、あくまで自分がとか自分の作品が主体になるっていうことだけが、うん、全てじゃないと思っているので、うんうん、おっしゃってくれたようなシンクロは当然あると思うし、なんかこう、ね、その商品についてもいいのにね、それがすごいこう面白いんじゃないかって僕なんか思っちゃうけど、やっぱそういうところをこうきちっとケアしてあげて、まあ、やってたっていうことを言ったと思うし、今なんかこう床にもこう書いてあって、うん、で僕の目の前だとこうやっぱこう時間の形跡というか、うんうん、が見えるんですよ、そのビジュアルとなって、うんうんうん、例えばなんかこう、まあ、直線と、うん、まあまあ曲線とかでまあ一応構成されていると思っていて、うんうんうん、直線なんかはこうマスキングテープがこうかかそう、ね、こう貼られていて、うん、でそこにそれはそれでそのマスキングテープの、うん、なんていうかな跡、うんうんうん、見えていくし、うん、そこにはこうやっぱスピード感とか、うんうんうん、こう鋭さっていうものを感じつつも、うん、こうなんかこう丸いところっていうのはそのマスキングテープが見えないところで、うん、そうですね、うん、こうじわーっとそのレイヤーもう微妙な、もうこれはもう肉眼で見ないと分かんないと思うんですけど微妙なこうじわーっとしたこうレイヤーになってて、そこがすごいちょっと抽象的になってるんですね、うん、そこで、うんうん、なんかその辺のこう緩急の、うん、がやっぱこうそのこの場にいるとすごいこう分かるわけで、うんうん、なんか作品ってただこうね、絵画高い本っていう風にあるのだけじゃなくて、やっぱりその空間にインストールされているっていうものだったり、なんかどうしてもそのね作品を作ってをかけて、うん、ワイドキューブで見るっていうだけじゃない、うんうん、その場でしかでき起こらない要素っていうのを、うん、まあ、丁寧に取り入れてるなと思ってて、うん、こうやってピーポーピーポーなっちゃうようなあのもうあのこの場でしか、ね、この時間でしか起こらないことなので、そういうのを取り込んであの作品化していくっていうのが、うん、なんかこう親近感がある、なんか僕もその純それを純度純粋っていう風に言っていくのか、まあ、言葉が合ってるか分かんないけど、まあ、余計なものはどんどんと削いでいって、まあ、崇高なもの、うん、要はコンセプトがこれなんで、うん、
そこに向かってどんどんとこう、うんうちのものはどんどんと落としていって作っていくっていうやり方もあるし、うん、むしろそれは逆で、どんどんと作っていく過程で、まあ、他はもそれはドイツとは思わないんですけど、うん、まあこう、これはいらないんじゃないかなっていう、うん、だって作品作りと僕のコンセプトとはちょっと異なることだし、うん、っていうような要素も全て取り込むことでこう膨らみを持っていくような、うんうんうん作り方、うんっていうのをこの展覧会には感じていて、なんかしかもただそれが一つじゃなくてすごい複数あるから、うん、このそれをなんか解読して変えたいなと思ってるんですけど、あそう、ね、なんかそのすごいさこの、まあ、映像では見えないと思うんですけど、そのビニールシートでいいのかなと思うし、そうね、まあ、ノーポリシートっていうんですけど、まあ今こう壁画のように描いていき、うん、で天井まで伸びていって、うん、その天井はまた違う素材じゃないですか。そう、あれは養生衣。あれはコロナシートっていう、またたまたまそういう名前なんですけど、一番大変だね。そう、なんかエアロゾルとかコロナシートとかね、いろいろ今回あって、ある意味タイムリーなんだけど、まあ、あれは一番オーソドックスな、あのいろんなホームセンターとかで売ってるあのお手頃なあのやつがあるんです。やっぱりこう平らなさ、平らじゃないわけじゃん。で、まあ、タリングってそもそも平らなとこじゃないところに書いてくるっていう、ストリートアートもそうだと思うんですけど、こうさらにこう大山くんのそのペインティングもそういう、こう直線とこう曲線のというかな、のコンポジションで構成されているのにもかかわらず、ついにこうあの作品がこう面もついに動きが入ってきたっていうなるほど、うん、あの感じをすごい受けていて、ね、なんかもちろん、ね、いろんそれだけじゃないので作品が、うん、なんだけどなんかあれを見た時にやっぱりなるほど、うん、普段からやられてました。いやまあ、こういう例えば壁床天井とか、うん、そういう領域というかあの仕切りを横断しながら絵が伸びていくっていうのは、うん、まあそうですね、あのやったことはあって割とやるんですけど、うん、ただなんていうのかな、あえてちょっとだけ、例えば天井ならこっちもそうなんだけど、ちょっとだけ天井に出てるっていうのが、そのはっきり言ってこの絵全体のサイズにしたら本当に何十分の1ぐらいのボリュームでしかないんだけど、ちょっと出てるだけですごくそれが効いてくるというか、その絵の形が建築というかこの部屋の区画構造みたいなのに制限されてない、うん、部屋のあれと関係なく絵が伸びてるんだっていう印象が、うん、ちょっとあそこをはみ出すだけですごく出てくる。当然そうだよ、うん、でそれはやっぱりすごい意識してて、これがさらに天井にも同じぐらいバーって書いてあると、うん、またそれはそれで今言ったような印象っていうのは逆に薄まっちゃう気がして、うん、ちょっと出てるっていうのが一番それが効くような気がするんですよね。でだからそう今あの鶴間君が言ってくれたことすごく重要で、なんだろうな、まあ一つにはその図と字の関係っていうことがあって、あ図と字ね、そうまあ背景とか前景というか、うん、でこの例えばマスキングテープ使ってるところはすごく形がシャープに出てて、うん、まあ、カーブのところは、まあ、マステ使わずに手で描いてるから、うん、どうしてもそのエアロゾルのまあ、空気で吹きつける分、当然そのグラデーションが生じるので、その例えば吹いた一番中心のところが一番濃く出て、だんだんその外に広がるにつれてそれがボケていって、でその図と字でいう字の部分が見えてくるっていう、そういうグラデーション性みたいなのがやっぱりこういうあのマスキングテープ使ってないところには生じていて、うん、まあ、その支持体とその上に乗ってるものっていうのが完全に層構造でパキッと分かれるんじゃない、で、ある種その 1.5 レイヤーというか、うん、地続きな部分っていうのがある、うん、でそういう状態で、でもその支持体を同時にこうやって横断して床壁っていうふうに見ていって、内と外っていうこともやっぱり、あって、うん、まあ、ビルの通気口からこう空気が入ってくる、これはもう完全に本当に建物の外側から自然にこの展示のために何か動かしているものじゃなくて、うん、本当はもともとそこに
通気口があって風が入ってきてたんだけど、ほとんどちっちゃなあのわずかな風の動きなので、うん、あの感じられなかった、見えなかったのが、ああやってシート貼ると逆にすごく聞こえてくるとか、うん、まあそこの空気が温まって膨張するっていうのも、うん、やっぱりそれだけこう部屋の奥と手前で例えば直射日光が当たるところとそうじゃないところでそれだけ実はあの気温に差があったんだけど、うん、まあ、それがこうやって初めて、うん、あの見えるとか、うん、そういうあのそれもまあある種のずと字の関係、あの見えてなかった部分が、うん、その背景で見合って不可視なものだったのがこうある種前景化してくるみたいな、うんうん、そういうイメージはちょっとあって、うん、でそうそう、だから僕蓮沼君にすごい聞きたいのが蓮沼君も結構その内と外みたいなことをやられてるなと思うんですよね、うん、そのどうしても僕がすごく気になっちゃうのがやっぱパイオニアワークスで見た、うん、そのあれってマイクを紐で結んでこう街を歩くみたいな、そうあの、うん、マイク自体、うん、ウォーキングスコアっていうタイプなんですけど、はい、普段フィードレコーディングっていうのは、まあ、マイクとレコーダーを持ってるっていう、うん、あのその作品は、まあ、ビデオ作品なんですけど、うん、あのマイクを、まあ、転がして、うん、そのままその音をレコーディングして、うんうんうん、あの要は地面とマイクの接触の音を、レコーディングしていく、うんうん、それをあのちょっと俯瞰して、僕の後ろを追って、うんうんうん、こうまあ撮影してくるっていう、うんうんうん、あれがすごくそのまあ要するに街中とかフィールドでやったものを、うん、まあ、映像化してその屋内の展示するとか、うん、まあそもそも活動自体がその美術館とかそういう建物の中で。まあ、演奏したりパフォーマンスもするけど、でも外で、まあ、例えば屋外ライブもするだろうし、屋外で、映像を撮ったりあのフィールド予報でもしたりもするだろうし、結構その内と外をやっぱりこう行ったり来たりしてる、うん、まあ、活動形態も表現自体も結構そういう人だなっていう印象はもともと個人的にあって、でなんだろうな、結構そのまあ、フランシス・アリスっていうアーティストの作品でもやっぱり、うん、こういうね、こうしたそうだね、氷やったりとか、あと歩きながら柵を叩く作品なんて僕はすごい好きなんですけど、なんか歩くことと音を鳴らすことっていうのは、うん、結構イコールで結びつくような、うん、あの作品を彼は作っていて、うん、そういうものに近いものを感じたんですよね、うん、で、もうちょっと言うとそのスプレーの音っていうのも、うん、なんだろうな、スプレーの音か、そう、あの前に全然別の作品でスプレーの音を使ったサウンドインサレーションを僕やったことあって、うん、それは結構本当にも音をちゃんと素材にして作品としてやった初めてであり今のところ唯一の作品なんですよね。オーディオだけなの？最初はいわゆるホワイトキューブ的なスペースに壁画を、まあ、こういう感じの壁画を空間全面に描いて、うん、その時にスプレーの音をずっと録音しておいて、で展覧会の途中で壁画を全部消してスピーカーの四隅に部屋の設置してスプレーの音だけを流す、うん、でやっぱりあのスプレーって塗料を噴射してる間ずっと噴射音がするんですね、シュルって。で短い線の時は音も短いし、長い線とその分音の持続時間も長くなるから、まあ、その発想をベースにその線を音に置き換えて、うん、やっぱ空気の振動なので音っていうのはその見えない線として空間をこう音の線が飛んでるみたいなイメージで、うん、まあ、壁面上の二次元の壁画を音の線にして音の壁画としてまあ空間に放射するみたいな、うん、まあ、発想だったんですよ、その時は、うん、よくわかります、うん、で、なんていうのかな、そのスプレーの音ってこう人の気配を感じさせるというか、あの例えば街歩いてて高架下歩いてる時になんかどっかからスプレーの音聞こえてきたら誰かがどっかで何か書いてるみたいな、そういう気配を察知させるような要素があって、なんかちょっとそれは俺まかんだけだと思うけどね。そうかな、本当に街歩いててシューって音聞こえても誰かが書いてるって思わないかも。そっか、いいと思います。それはあの、うん、
そのレーダーは研ぎ澄ました。研ぎ澄まして、そうかそうかそうか。なんかでもこうなんていうのかな、例えば森の中とか自然の中歩いてるときに、うん、こう足音が聞こえてくるとか、うんうん、誰かの気配を感じるとか、うんうん、なんかそういうものに近いんじゃないかなと思って。ああ、そう、うん。まあスプレーの音とそういう人の気配とか街中の環境音みたいなのが自分の中で結構結びつくところがあって、うん、だからそう、蓮沼くんのそのマイクを引きずりながら音を取るっていうやつも、うん、なんかそういう街中の気配をとか環境をやっぱりキャッチしていくというか捕獲していくみたいな、うん、そういう僕の中でね、そういう気分があったんですよね。なんかそうですね、今の話だと2つあって、うん、そのまず内と外の話、うんうん、もちろんそのウォーキングスコアっていうビデオ作品もそうだし、そもそもこう環境音をやっぱり聞くというよりかまず撮るってい う、 こうレコーディングするっていう行為があって、うんうん、でそのレコーディングした音をさらに聞くっていう行為もある。うんうん、要は撮ればいいってわけじゃなくて、うんうん、それは演奏じゃないので、うんうんうん、撮るっていう行為ですね。で撮った後演奏、いわゆる音楽的な演奏に近い行為が多分その音を聞くっていうことだと思っていて、うんうん、でその、うん、実際にその音を聞いていると自分が何の音を聞、今何を聞いているのかってい う、うん、っていうのもそもそも環境音っていうのはもうマイクには脳みそがないので、うん、置かれた分だけ全部撮ってくる。もちろんそのマイクの指向性っていうのもある、うん、あるにせよいろんな音を拾ってしまう、うん、でその拾った音を聞いて自分が何を聞いているのかっていうのは、うん、実は同じ音でも2回目聞くと違った音が聞こえてくるし、うん、3回目聞くともっと違う音が聞こえてくるっていうように、やっぱり、まあ、音楽もそうなんですけど環境は特に常に違った視点を与えられる。でそれは自分の意識っていうものが何に向いているかっていうのが露骨に聞くという行為を通して突きつけられる、はい、で例えば森の音が一番分かりやすかったりするんですけど、森もやっぱりこういろん森ってやっぱいろんな接触があって、うん、風と木とか、うん、鳥が自分の体でこう当たることによって音が鳴ってたりするとかあるし、で全然気づかないリズムがあるとか、うん、大きいリズムに気づくってなると、うん、今度はそこを主体に環境音を聞くっていうことになっていくと、うん、やっぱり他の音はもう聞こえてない状態なんですね、うん、でそうするとやっぱまあ村君の言う打ち通すとっていう関係性じゃないかもしれないけど、やっぱりこう近くに来ている意識と無意識になっていくっていうものが、うん、やっぱこう入れ子構造に全てがなっていって、うん、やっぱ相対的につけていくことも可能だし、うん、まあ自分は意図してないコンポジションかもしれないけど、やっぱそこにはこう構造があって、うん、作曲って意味じゃないですか、構造的に音がやっぱ組み立てられていくっていうことを発見したりもするなっていうのがやっぱあるかな、うん、なんかこの作品を展覧会を見ても最初に目に行くのはこの裏だよね。ああそうだね、うん、でその当たり前だけど図と図、うん、要は図の裏があるってことでしょ。そうだね、そうだね、そうだ、その図の裏を見るとこから始めるってことは、うん、そもそもあそういうことなのかっていう、なんつうのそれ、うん、要はその急に最初から裏を見せられてるので、うん、そこから自分の大山エンディクエゾの展覧会をこれから見るぞっていう、うん、なんていうのかな、最初の基準がこれはいつもとは違うんだなっていうのを、そうね、っていうのはその展覧会の構成としても素晴らしいなと、面白いなと思っていて、なんかこうチャレンジングだし、うん、なんかたくさんの試みが多分詰まっているんだろうなっていうのを、うん、今その表裏というか、うんうん、っていうも感じましたよね、うん、まあその建築だったり空間だったり、うん、まあね、その 字の素材というか、うん、字そのもののコンテクストとか、うんうん、っていうものの上で、まあ、作品を
展開されていると思うので、うん、もちろん意識的にこういう構造にはなっていると思うんだけど、うん、それにしてもやっぱ大胆な作りになっていて、うん、なんか勇気が出る、うん、いやそうですね、まあ、この空間の構成に関してはなんだろう、僕がのやり方っていうのは結構やっぱり空間自体を元の空間にこう規定されるっていうか、こっちがそれをまあ規定し返すというか、うん、だから、まあ、ここに一つの通路を作ったってことね、簡単な、うん、まあ、通路ガチガチの通路にしちゃうとまた違うんで、うん、ある種こう緩やかな通路性を持った空間をここに作って、まあ、回り込んでこうぐるっと入っていくんだっていうふうにあえてしていて、うん、この構造一つあるだけで多分この空間が別の、なんていうのかな、まあ、別の空間性がやっぱ生じるんじゃないかなと思っていて、うん、まあ、変な話、表面を例えばプラダンでそっちの壁を覆ってたり、まあ、天井を養生シートで覆ったりしてるんだけど、覆うっていうのはまあ言っても表面の、なんていうのかな、表面の問題なんで、そこをどんなに変えても空間の構造自体は変わらないから、うん、でもこういう通路みたいなのを作ってて、あっちの白壁は可動壁でもともとこの部屋にあったものなんだけど、あれは外に出せない、あれを使わなきゃいけないっていうのがあったんで、まあそういうものを活用しながら別の空間を、まあ要するに動線ですよね、別の動線というか鑑賞者のまあ流れをどう考えるかっていう意味で、それをこうこの展覧会としてゼロからまあ作ったっていうところがあって、でその時にこの絵の裏が見えちゃってのは本当にこうなんだろうな、ビジュアルアートの動詞につきまとうやっぱり裏と表っていうのが空間的に生じちゃうっていうのが、うん、音にはね裏ってないと思うんですよ、おそらく。そうだね、その音、細かく言えばあるかもしれないけど、うん、あの人間が出す音、うん、人間が出す音には裏はある。あ、その、うん、だって何かをしないといけないわけだから。あ、それは裏側から後ろから聞こえてくるようなということではなくて、うん、人が意識的に行動するってこと自体に裏と。そうそうそう。あ、まあ、でもちょっとそのこのビジュアルアートが持っている、うん、その今おっしゃったような根本的に構造的にある裏の問題っていうか、っていうのと、まあ、その今僕が言ってた音の裏っていうのはちょっと違うと思うんですけど、うん、いや、その、なんだろうな、これって結局、まあ、ペインティングの照明性の問題になるような気がするんだけど、やっぱり絵ってこう壁にかけて、人の目もやっぱり前についてるから、後ろについてないから、どうしてもその、一対一で正面から絵に向き合うっていう、で集中してこう対峙して見るっていう構造がどうしても生じちゃって、で、まあ、360度ある空間のうち人間に見てるってこう前側の多分半分なのか 30% とか、だからすごくこう何て言うのかな、音に対してある意味すごく不自由なメディアなのかなという気もするし、うん、やっぱりすごくある意味人間的な、人間の意識の中で、まあ、人間の意識をこう語ってどうしても強固に形作ってしまうわけですが、でも音とかエアロゾル的な次元っていうのはそういう、こう人間の意識とかをすり抜けて、うん、見えないところに拡散していったり、うん、裏側に回って、まあ、裏っていうのは人間から見た裏に過ぎないんだけど、うん、裏側に回っていったりして、どうしてもそのすり抜けていく、うん、でその次元になんかこう迫ろうとして、捕まえようとして、捕まえたと思ったら、でも捕まえた時点でそれはまた人間のとっての正面の中に捕まえているだけだから、うん、正面側にそれを回ってしまっていて、うん、いつまで経っても捕まえない、捕まえないだからね、のれん入手押しみたいな感じになっちゃうから、それでも多分そのフィールドレコーディングで、これはフィールドの環境、何環境もそのものなんだと思ってレコーディングしても、レコーディングした瞬間にそれは意識的に切り取られた音にやっぱりなってしまうのかなっていう、その辺ってでもどうなの、音の表現にとっては。うーん、まあ、フィールドレコーディングって言ってしまえば誰でもできる、まあ、それはドローイングだって絵を描くとか誰でもできるっていうことと同じレベルで言ってもいいと、誰でもできるってことで、結局は、まあ、さっきも言ったことなんだけど、それを聞く、聞いて、何を聞いているかっていうことが一番試される、うん、だから、なんかこう、どうしても作るっていう感覚
ものを作るっていう感覚でフィールドレコーディングを取るっていう感覚で僕は取ってないんですよ、うんうん、あくまでも取ってるのは僕じゃなくて機械が、うん、なるほどね、で僕ももちろんそれはあの聞いてるわけだし、うん、環境を、うん、まあ、それとはまた全然違う発想なんですよ、ね、うん、でその機械が取った音を聞くんだけど、そこに何を発見できるかっていうことの方が僕は興味があって、うん、なるほどね、なんかこう主体はやっぱりその僕じゃないっていうことが主体になってないと、その関係っていうのはすごい曖昧だと思う。ただその自分の作品として環境音を取り入れてるっていうことになっちゃうし、その構造では僕はそういう構造では使いたくなくて、捉えたくなくて環境音っていう、だからやっぱりそこは明確に分けておきたいっていうのもあるし、うん、その感覚っていうのは今そのこの子のこう取りに行ってもどんどん取れないっていう、うん、やっぱりこう人間が主であるがゆえに、うん、そのね、より合理的にそれこそね、いろんなものを取っていって、うん、絵画というものが生まれ、彫刻というものが生まれて、彫刻はまあ裏はあるんですけど、絵画というものがあの作られていった経緯でもあると思うんですからね、うん、だからそういったこう音楽も別にフィードレコーディングが全てなわけじゃなくて、まあ、やっぱり音楽っていうのがあって、うん、音楽っていうのは割と、絵画に近いと思うんですよ、その、うん、近いって言ってもまあ、ね、こんな時代なんで何をもって近いかっていうのは明確に話さないといけないけど、まあ、とりあえず置いておいて、その環境よりかは近いと思っていて、うん、で、やっぱりね、人間がこう効率よく音を美しいと思う、究極系が楽器なんで、やっぱドっていう音を一発で出すとか、うん、弦をドーって綺麗に弾くっていうものがまずあった上でテクニックが求められて、うん、コンポジションのテクニックが求められて音楽が作り上げられるっていうのが、まあ、基本的にはそうやって歴史づけられていて、うん、まあ、そこからね、それを壊すと、うん、ね、っていうものを繰り返したりしていろんなジャンルが生まれてきているとは思うんですけど、なんかその何ていうのか、その裏の発想だったり、うん、そのね、いつまでたってもこう捕まえられない、うん、その、まあ、まあ、何かと何かの間だよね、うん、その本当にその、うん、このカーブのエアロゾルのノイズって言ってるようなものが物語ってると思うんですけど、だから今言ったのを僕なりに考えるとね、例えばその、まあ、これもあまりにも有名ですけど、ジョン・ケージの4分33秒っていうのはある種そのそれこそ裏の音楽というか、うん、一切パフォーマー側は何もせずに、それでもどうしてもある種観客がいる、人がそこにいる以上、あるいは人がいなくて方としても空間には常に何かしら音みたいなものが生じちゃっていて、それが逆に聞こえてくるっていう、だからあれはフィールドレコーディング的なことをレコーディングせずにライブで聞かせるみたいな、そういう試みなのかなという気もしていて、だからある種ギリギリのところまでその音楽、音楽なる音の裏側をまあ突き詰めたりとか、そうそうそう、まあでもそれを突き詰めて作品といった時点でそれは表なんだけどと言わざるを得ないんですけど、うん、なんかでも、まあでもなんか今の話からは僕はそういうことを連想したかな、うん、あと聞いてみたいのが、もう一個長谷川君のことで、あの作品というか、まあ、あれ作品って言っていいのかわからないんだけど、記憶に残っているのが多分 NCC でニューヨークにいた時だと思うんですけど、うん、フィールドレコーディングした音をその音を取った場所の Google マップのなんかアドレスと一緒にメールで配信するみたいなことをやってたよね、うん、あれは僕も受け取ってすごいあの印象に残っていて、まあ、まずすごくやり方がスマートだなと思ったんだけど、でもなんかそのやっぱり場所性っていうのが、まあその僕も今回ここで滞在制作するときに、なんやかんやサイトスペシフィックな要素っていうのがあって、まあ、改変してるけれどもやっぱりこの空間でしかできない表現、例えばこの6階であのガラス張りで日光が入ってくるから、さっき言ったようなそのシートが膨らむっていう現象が起こったりとか、まあ、それによってちょっとこういうシートの膨らみとか天井のシートのこういう揺らめきっていうのは雲のように見えるなっ
ていう印象があって、うん、でそれがやっぱりこれが地下だったら同じことやっても雲って言ってもちょっと違うかなって思うんだけど、まあそういう場の特徴とか、まあ、それはコンテクスト的な特徴でもあるし、もうちょっと造形的な特徴でもあるんですけど、そういう中で表現するしていくって意識がすごいあって、でも同時にそれが、でもモバイルでもあるっていう感覚もあるんだよね、同時に。だからそこがうまく言えないんだけど、なんか長谷川君のあの、その配信したやつを見たときに、ある場所で撮った音っていう意味でサイトスペシフィックなんだけど、それが Google マップの画像だった。画像と、しかもそれがメイリスで配信されるっていう、そのどこにでも、どこからでも配信できて、どこにでも受け取れるっていう、そのなんか場所にとらわれない感じっていうのが、なんか自然に同居してる感じがして、そこがなんかすごい面白かったですよね。あの僕の友人アーティスト、主に友人アーティストに向けてあのやってたプロジェクトで、4年、3年前ぐらいからやってたりして、うん、今ちょっとやめてるんですけど、その今、小山君が言ってくれたように、フィールレコーディングを撮って、撮った場所の時間と、まあ、その場所、位置情報を、Google に入れて、まあ、Google マップ、あのイメージっていうのが、Google イメージでポンって出すと、イメージが出てきて、そのイメージを、まあ、引っ張ってきて、音と一緒に添付するって送るってやつで、その、まあ、まあ、一種の僕はまあメールアート、そのものなんだけど、まあ、メールアートだと。なるほど、確かに。で、昔は音は、はがきだったら無理だった。だけど、なんか、その、はがきも、やっぱりそこに何かしら絵が描いてあって、それでこう想像させるわけですよね、みんな。あ、こういうとこから届いたんだ、みたいな。消し印とか見たりして。で、まあ、テクノロジーの進化もあり、それがまあメールになり、時間も早い、全てが短縮されて、合理的にイメージを届けれるようになったっていうのも含めて、まあ、やってみようっていう、まあ、作品とプロジェクトの本当間って感じのものなんですけど、あのやっぱりなんかその僕フィールドレコーディングってある種自分にルールとかコンセプトがあるともう取れなくて、でなんかこうそれは割と人間対合奏、要は自分以外の人と音楽をやるようになってから感じたことで、結局その音を出すって結構大変なことで、人は、で僕は全然簡単に音出るじゃんなんていつも思ってるけど、本当はすごい大変なことで音を出すっていうこういうで、環境もなんか、ね、誰でもできるっていう、僕さっき言ったけど、まあなんこの音は二度とやってこないわけで、で、なんかこう、やっぱ一回性っていうのが、まあ、刑事じゃないけど、一回性の音っていうものがあって、で、そういったものをつかむっていうときに、あの、メールで、メールという、まあ、メディアというか、手法を使って、アクションを起こそうっていうところから始まっていて、やっぱりそれはある種、場所性を開放して、本当はその音もどうしても時間が生まれるんですよ。要は再生ボタンを押してストップっていうまでに時間があって、要は4分33秒になって4分33秒って時間を区切っちゃう。それがすごい嫌で、本当だったらずっと聞けるような手紙を送りたいんだけどね、まあ、それもできなくて、仕方なくここで今日は人間のものにしてしまう感じがあるね。なるほどね。あ、聞いてしまうことで。そうだよね。だからそれはペインティングで言えばキャンバスのフレームっていうか、壁画とか描いてても、まあ例えば建物のオーナーさん、まあ、ここからここまでにしてくださいとか。建物自体がどうしたってこう枠があるから、永遠に無限に延長し続ける、そのペインティングっていうのは存在しないし、永遠に無限になり続ける音っていうのは、まあ原則的には存在しないんだけど、ただそれをその蓮沼君のそのメールアートのプロジェクトもそうだし、まあ、僕自身も普段絵描いてて思うんだけど、同時にその一個一個の個別の作品絵とか、例えばこの壁画とか、あるいは一個一個のその場で採取した音っていうのは、
ある種その切り取られて、なんていうのかな、まあ今日の言葉で言うと、その人間の後ろ裏側にあったものから切り取られて、こう目の前に作品として差し出されるっていうか、そういう、こう人のフレームワークに収められたものにどうしてもなると思うんだけど、それをもう一度その、まあ、さっき場所から解放するって言ったけど、なんか解放する手段としてある気はしていて、まあ、僕の場合はその、なんていうのかな、モチーフとしてクイックタンストラクチャーっていう、この白黒の形に対して名前を与えてるんですね。でそれはある種その、まあ、さっき長谷山君も言ったけど、自分が主じゃなくて、このクイックタンストラクチャーっていうモチーフっていうアイディアって言っているんだけど、このモチーフ自体が一つの生、あの生きるライフですね、生を持った存在で、僕らには見えないもっと別の次元で動いているある種の運動みたいなもので、それを自分がこうメディエーターとして現実のこのフィジカルな世界にこう下ろしてきて、でこう壁面とかに定着させているっていうか、ある種このクイックターンの運動の影がこの痕跡として残っているみたいな、それはこう自分をメディアにして、あのなんかこうこっちが見えるようになるっていうね、なんかそういうイメージもあって、だから個別の作品はそうなんだけど、でも実はその背後にもっと大きな別の存在として何かが動いているっていうふうに、まあ自分は捉えてるし、まあそういうものとして何ていうのかな、まあ、言語においてもそういうふうに説明してるし、表明してるし、複数の作品を全部これ一個一個の番号に実はシリアルナンバーというか連続番号がついていて、これもこれは311かな、であっちにあるちっちゃいのは312、あっちのペインティングが313で、そうか、それでさっき数字で読んでたのか、311がつったこれだったの、あ、そう、これが311、それは結局、まあ、数字っていうのも数列っていうのがこう何ていうのかな、1234、まあ、100、101、102とかっていうふうにこう連続してつながっていくけど、でも一個一個の数字って一つも同じものがなくて、一個一個の数字は個別性があるわけですよね、でも同時に連続もしているっていう、その連続性において何というか人間が知覚してる領域を超えた、もうちょっとこう別の領域に何とかこう到達できないかなみたいな感覚が自分にはあって、そうじゃあやっぱりこう、まあ、さっきモバイル的な部分もあるんだけどと言っていたけど、もちろんそういった側面もありつつも、やっぱりそういったこう表面では表現できない、気づきっていうものを見る側も発見したいと思う、やっぱり。でそういった時にこの裏側を見るとか、あの要は今移動って言ったけど動いてるとか、まあこれは現実的には動かないけど、これが成り立つ上で徐々にこう積み重なってるわけだよね、スプレー、あ、そうだね、っていう動きはあるわけ で、でそこを 要はこの蓄積としての動きをこう見る側としても発見したいし、それでやっぱこいつは生きているんだっていう、ことを発見するっていうのはなんかとても明快に、その飛沫というか飛んじゃった部分だったり、まあ多分フィールドワークとしてというかライフワークとして、そもそもこうペインティングしてる時に、それを感じるわけだよ、多分こう性的というのは生きるんですけど、ものを感じているっていうことの表れだと思う、そうそう、あのモバイルっていう言い方は僕にとってはさっき その数字でいうところの一個一個の数字は個別的で、一個一個 の、まあこの数字が対応している一個一個の作品っていうのは、まあ、例えばあの作品だったらキャンバスのあのサイズ、あの条件、あの厚み、あのテクスチャーの表面に書かれている、でこっちの壁画だったらまあこういう条件の中で書かれている、そういう個別性、それはサイトスペシフィックであったり、まあ、メディアスペシフィック、キャンバスだからこうとか、そういうのがあるわけですけど、でも実際はそういう一個一個の個別性を超えた連続性があって、でそれはこう結局立つ場所っていうか、一個一個の場所に限られずに横断しながらいろんなふうに反復的に現れてくるものっていう、まあ、モバイルであることは僕にとってすごく
いろんなところに現れてくるっていう、うん、それはストリートアートが街のいろんなところに描かれてるとか、うん、っていうことにも近いし、そうだね、だからまあちょっと戻すと蓮沼君のそのメールアートのプロジェクトも僕の中でなんかそういうこうなんていうのかな、各場所から捉えたものが、でも場所性を出してメーリングリストって E メールっていう世界中にある種ネットワーク的に存在している別のレイヤーに配合されてそこをサーキュレートしていったみたいな、うん、でそうね、で Google マップっていうのが本当のビジュアルと一緒になってるっていうのはすごく自分の中でなんか近しいものを感じたんだよね、うん、そうだね、なんかそれのすごい根本は、うん、まあ、僕もね、ブルックリンとかにいたので、うん、あの US ポスターサービスとか、はいはいはい、要はアメリカの郵便って全部こうシールとかさ、うん、あの箱とか置いてあるんですよ、はいはい、シールも無料で取り放題、まあ、取る人はあの送りたいから取るんだけど、うん、それをね勝手に取って自分の作品バーって書いて、はいはいはい、こう回っていくわけです、あ、そうね、そうそう、でそのなんかあまり日本じゃ見かけないじゃん、それは、うん、だってないから、その社会的なシステムがそういう、うん、でなんかそうやってこう全然予期せぬものが急に目に飛び込んでくるっていう、うん、しかもそれは広告ではなく、まあ、一種の主張、主義主張があるとしてそこに書き込まれてるっていうことを前提にすると、うん、そういったものがこうビジュアルとして入ってくるっていう感覚はやっぱりなかなか音楽でも、まあ、ゲリラライブとかね、うん、まあ、そういうのをやったこともあるんですけど、うん、あのどうやってその作品に触れるかっていうのを、まあ、いろいろ試してたりするんだけど、なんかそのアメリカ流のっていうのかな、うん、欧米でもあるのか分からないんですけど、あの手法が、うん、ニューヨーク本当に多いじゃない、うん、だその出会い方っていうのは結構影響を受けてた、うん、なるほどね、あ、そうなんだね、もちろんその使ってる、ね、手法っていうのは、まあ、Google だったりインターネットだったりするから、うん、全然そのローカリティとは切り離されてる、まあ、つうか真逆のことをやってるけど、うんうんうん、やっぱりそのインスピレーションにな影響を受けたものはすごい古典的なというか、うん、ものですよね、うん、蓮沼君ってすごい、あの人と一緒にプロジェクトをやってるイメージもあって、うん、共同作業というか、それってこう、なんだろうな、まあ、僕は実はあんまりやったことがなくて、うん、まあ、やったことあるけど、その比較的こう、なんていうのかな、自分がある種その必然性を感じるというか、うん、とりあえずやるっていうかは、あ、この人がこういうことや、こういう表現やってきたりだから、まあ、自分がやってきたこととリンクするなって、うん、まあ、接点かな、うん、接点のようなものが見つかった時に、まあ、そういうふうに考えることはあるんだけど、うん、普段はあんまり、まあ、そういうことなくて、うん、その人と一緒にこうなんか逆インタビューみたいになっちゃうかもしれないけど、うん、コラボレーションするっていうことはどういう感じなんですか、うん、まあその音楽的なコラボで共同作業と、うん、いわゆるこうアート、うん、ネットワークアートで共同的に、ね、何かを作り上げるというか、ちょっと仕組みとシステムというのが違うから、うん、あの一概にこうだとは言えないんですけど、うん、その基本的には、僕は、自分に持っていないものだったり、自分が持っていたものを気づかせてくれるっていうのがいつもあるんですよ、うん、発見がいつもある、うん、それやっぱりそれは自分が思い込んでいるというか、うん、こうだって自分自身を思い込んでいるっていうことを疑うための装置でもあったりするし、うん、まあその自分一人でやることもあれば他者と共同してやるっていうこともあり、その都度なんかまあフィードバックがあるわけですよね、うん、っていうものの連続でもあるし、自分からやりたいっていうものもあれば自然と共同作業になる場合もあるから、うんうん、まあ、ケースバイケースといっちゃケースバイケースなんだけど、やっぱりこう、まあ、なんだろうね、建物を建てるってなったら、やっぱ自分一人では作れないわけですよね。まあ、ね、っていうものと、似たような発想を常々持っていて、うん、音楽も一人で奏でてても、やっぱそれは一人、うん、合奏しなければ、
ね、そういった音楽が作れたし、うん、っていうところからそのまま始まっているかなと思うし、なんかでもやっぱり近代以降っていうのかな、言い方がっていうかわかんないけど、よりこう人間が個人として、成立しなきゃいけないっていう世の中になりすぎている気がしていて、でそこはやっぱり人間の営みとしては、やはりある程度集団だったり、まあその単位デュオでもいいですけど、関係性っていうものをその都度都度社会と比較しながら作り上げていかないといけないなっていうふうに思っていて、その資生堂ギャラリーでハライングっていう展覧会をしたときに、その一番大きいスペースに楽器に使う管楽器のに慣れなかった、破片ものを引き詰めて、まあその鑑賞者が上に立つと自然と音が鳴るっていうものなんですけど、で最初は一人でまあカシャンカシャンと音が鳴ってくるんですけど、やっぱり誰かが入ってくるとカシャンカシャンってこう誰かの人間の気配が、まあ、それこそ裏に音だからこう裏にこう何かを察知すると、やっぱそこで関係性が生まれる。でやっぱりその合奏っていうのは一つの音があって、もう一つ違う音が入った瞬間にそこでやっぱり音と音の関係が生まれることによって、まあ、コンポジションとしての原点がそこから生まれていくかなとは。合奏っていうその合わせる演奏ですよね、うん、もちろんね、そのピアノとバイオリンのデュオ演奏っていうことではないけれども、なんか少しそういうふうにこう、まあ一対一はミニマムな関係性だけど、よりこうそういった体験を通して、だったり、まあ、こうそういう作品を通して、まあ、コラボレーションというよりかは、人と人の関係性だったり、例えばこれはもう人、まあ、生きているものだとすると、まあね、そういったものとの関係性っていうものをやっぱ頑張ってその都度その都度問いたださないといけなくて、正解もないし、自分も変わっていくし社会も変わっていくっていう中で、やっぱりそれはアーティストとしては、ね、ずっと突き詰めていかないといけないものだなっていうのがあって、そういった時に、他者と何かを一緒にするっていうのはそもそも自分にはない気づきっていうのが結構多いから、それは丁寧に汲み取りたいというか、なるほどね、関係を受け入れたいなっていうのがあってやってるっていう感じ。なんかなんでそういうことを聞いたかっていうと、まあ、例えばインタビューっていう言葉と、あとダイアログっていう言葉があるんだけど、まあ、ダイアログは日本語で言うと対話、で、まあ、今僕らは対話してると思うんですけど、でも対話っていうのもある意味すごく変な言葉だと思っていて、なんか対等に話すというか、そのイーブンな関係で話してるっていうニュアンスがあると思うんですよね。どっちかが主でどっちかが副じゃなくて、まあイーブンっていうか、でそれはすごくいいことなんだけど、でも実際にはその対等であるとか、例えば平等であるとかってすごく抽象的な実は概念で、50-50 であるっていうのは自然の世界にあんまり存在しない状態じゃない。本当は例えばだけど、どっちかの方が声が大きいとか、どっちかが早口とか、なんかどっちかの方が話すのが上手いなとかで、対等なようで実はすごくいろんな面でアンバランスだったりするし、どっちかがどっちかの関心に基づいてこうある質問を投げたら、もうそこに方向が生じてるじゃない。だからダイアログってそういう意味ではなんかすごく現実からずれた言葉だった、でもインタビューってやっぱりそのインタビューって聞き手と、まあ、そのインタビューされる人する人っていう非対称性が前提とされていて、ある意味そっちの方が正しいっていうか、現実に起こっていることに近い気がして、だから僕らも今こうやって話してるけど、今僕が喋って浅沼君に声を発してる時点で、この瞬間は僕がインタビューしてるし、それが終わったら今度それがすごい細かいスピードでそのインタビューの矛先とかがぐる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 入れ替わってたりするっていうのが多分現実な気がするのね。だからなんていうのかな、でそれってこの2人の間ですらそうなんだけど、それがすごく大人数との関わりとかになったら、なんかものすごい複雑なコミュニケーションのこうもつれっていうか、網目っていうか、で僕は逆にその一人で
やってるんだけど、はい、多くの場合でも一人でやってても例えばこの今回の展覧会で、うん、このクリプターストラクチャーの壁画を描くっていうのは、うん、自分がこう能動的な行為としてはそれをやってて、でも副産物としてそのエアロゾルがすごいいろんなところに飛び散って、それが結局この能動的に描いてた壁画、メインの壁画とその副産物のエアロゾルっていうのがどうしてもこうインタラクトしてきて、うん、それ自体を、まあ、コラボレーションっていうと大げさなんだけど、うん、自分のコントロールできてる部分とできない部分っていうのは最後また、まあ、最後っていうか途中から混ざってくるっていうことを、うん、やっぱり自分でも理解しながらやるっていうのは、うん、ある種のその自分の中の他者性とか、うん、自分が作ってる作品から生じてきた他者性をもう一度自分がどうそれを扱ったみたいなことっていうのが、うん、まああるなと思うんですよね、うんうん、だからそうそうなんだろうな、要はその、うんまあ、ソロで自分一人で、うん作品に向き合うっていうこと自体にそもそも他者性があり、それを受け入れて、まあ、自分にまた戻ってきてっていう行為をおそらく無限にやってるってこと、うん、まあそうだね、それをで僕の場合、まあ、制作とあと、まあ、文章を書くこともよくやるからそうだね、その2つのタイヤというか車輪を回してると、うん、自分の中でどん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 こう振り回されるじゃないけど、うん、引っ張られるというか、うん、という感じもあって、うん、ああそうか、そのテキストを書いていくっていう、うん、要は一種自分の制作、もちろんね自分の作品と活動に紐づいた、うん、その研究になってくると思うけど、うん、その研究することによって、自分の作品がそこに引っ張られるっていうことはあるってことね。あるね。あのそんなにしょっちゅう逆の方が確かに多くて、うん、で動かして作ってるところに後から言葉がついてくることが多いっちゃ多いけど、でもその逆もないようなことじゃないんですよ、ね。だからやっぱりその今僕が他者と、まあ、合奏をする、うんまあ、例えば音楽にすると合奏をするっていうふうにとると、うん、やっぱその他者に引っ張られてくる要素っていう、うんでそれはやっぱ自分の主観ではなく、うんまあ、そのある種受け身的にこう引っ張られて、うん新しい何かが自分も気づく、うん、自分は逆で自分はこういうものを持ってたっていうことが気づくとかっていうふうにあるから、うん、やっぱその対象となるものが、まあ、人だったり、うんまあ、だったら実はその作品のプロセスに潜んでいたり、うん、その執筆活動の中で、うんそのね、自分の中のフロンティアでないこうどうやって作っていくかっていうのが、まあ、きっかけっていうのがやっぱあるってことだよね。まあ、いやすごい僕はすごい今面白いと思ってます、うんこういう、まあ、ジャンルっていうかメディアも、うん、あとは結構活動形態も、まあ、さっきはそのモバイルっていう点で似てるような親近感があるところもすごいあるんだけど、うんでも今言ったそのコラボレーションのプロセスみたいなところは、まあ、全然違うと言えば違うし、だけどなんかそういう中でこう話をしていくと、突き詰めていくと結構同じポイントが見えてくるなと。そうだね。うん。そう、やっぱりその、まあこんな時期というか、今2020年の9月で、コロナ第一波がね、ちょっと落ち着いたと言われているけど、やっぱりその、あんまりコロナって言いたくないんですけど、うん、なぜこの時代に、うん、この時に、まあ、作品を作るのかとか、うんねそのあ、今までと同じようなアートやったらアートはできないというか、活動はちょっと、うん、そもそも人間の活動というか、うん、生活だったり動きを見直そうっていうシフトしている中で、うん、作品作りが今までと同じようなアウトプットになるとは、僕はちょっと正直できない、ね。うんそれ自体もやっぱどんどん見直していかないといけないしって思っていて、でほとんど展覧会は行ってなくて、うん、この半年ぐらい、うん、で、本当に久々にこの作品を 見てその、ねまあ、繰り返すようですけど急に裏から見るとか、うん、この展示スペースでのコンポジションとかっていうの、うん作り方っていうのもやっぱり今までの過去の経験を活
積み重なって、建築、空間、作品、字っていうすごいこう複雑なこう要素が絡み合ってできたものだと思う。で、ちょっとこう勇気が出たっていう感じはあるし、刺激的だなとは思ったし、ね、それがおそらくコロナ関係なく自然な形で出てきたんだと思うんだけど、なんか見る側にとってもそういった思考とシンクロする部分があって、すごいポジティブに捉えられて、とてもいいなっていう。ありがとうございます。